妻と女の間は、瀬戸内春美の小説、また、それを原作とした、映画、テレビドラマである。毎日新聞社から1969年に、刊行され、1974年に、新潮文庫で刊行東京では服のデザイナーの傍ら五福屋を、営んでいる、安気吉は四人姉妹の長女である。実家の京都で五福の卸問屋を、 婿養子の正幸と共に切り盛りしている次女の優子、平凡なサラリーマンの妻となっている三女ののりし、ゆえあって未亡人である、安喜良子の娘となっている四女の陽子がいる。この四人姉妹、その母親、次女、優子の夫の愛人らの女性たちの生き方を通して、女の性を描いた作品である。1976年1月17日、芸園者制作で、 東方の配給により公開。豊田四郎と市川昆による共同監督作品だが、翌1977年に豊田が急成したことで、同作が豊田の良い作となった。最初から共同監督作品として企画されたわけではなく、文芸映画の巨匠である豊田の健康状態やスケジュールの関係で難獣していたところ市川が、 協力を承諾してくれたことにより完成にこぎつけた。主に主人公の安喜キのシーンを中心に、豊田が演出し、他の三人姉妹や、ロケシーンを市川が演出した。よって市川が豊田に合わせた面があり、抑えた演出になっているが、タイトルクレジットや、ロケシーンなどで市川らしい演出が垣間見られる。 おしゃれ、大作戦1969年4月8日から7月1日にかけて毎日放送、テレビ映画枠にて放送された。全13回。キャストスタッフ1975年3月3日から5月5日、TBS 系列、ア愛の劇場枠にて放送された。本作放送途中で、関西地区でのネット局、放送時間が変わっている。 1975年3月28日までは朝日放送で制作局 TBS より15分遅れで放送されたが同月31日から毎日放送で TBS と同時ネットに移行した。また関東、関西両地区以外の TBS 系列局での放送時間も1975年3月28日までは TBS と 同時ネットとしていたつぼねとそれより15分遅れとしていたつぼねに分かれていたが、同月31日からは TBS 系列全局で同時ネットに変更されている。キャストスタッフ、豊田監督演出シーン、安喜キの店、健一のアパート、染色工場、ロケ表参道、新幹線などより、なお同市には、 休み年夫のシナリオも掲載されていて、具体的なシーンナンバーも記載されている。ありがとうございます。